18世紀後半にプレスブルクで出版された、世界図絵のリプリント1685年の4カ国語版、花の章、世界図絵もしくは目に見える、世界図絵は、チェコの教育者コメニウスが1658年に出版した子供向けの教科書である。ラテン語の教科書であると同時に、百科事典に近いものでもあり、子供を対象とした最初の絵本と考えられている。 木版画のイラストレーションと、それに添えられたテクストによる説明からなる150の章があり、以下のような幅広いテーマを網羅している。レボチャにある世界図絵出版の記念プレート当初は1658年にニュルンベルクにてラテン語とドイツ語で出版され、すぐにドイツやその他の国々の学校へと広まった。1659年には最初の英訳版が出版された。 1666年には最初の4カ国語版が出版された。チェコ語彙の翻訳は、レボチャのブロイエル出版社による1685年の4カ国語版が最初であった。1670から1780年代にかけて図版とテクストの双方を改良した審判が様々な言語で出版された。世界図へは教育学に長期的な影響を及ぼしており、 教室での視聴覚的手法の活用の先駆者でもあった。ありがとうございます。